休憩前に引き続き会議を再開いたします。伊藤正美議長から議長の辞任願いが提出されております。お諮りいたします。この際議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第一とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってこの際議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第一とすることに決定いたしました。議事日程表の配布は省略いたします。追加日程第一、議長辞職の件を議題といたします。地方自治法117条の規定により、伊藤正美議員が除籍の対象となりますので、退場を求めます。お諮りいたします。伊藤正美議員の議長辞職を許可することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって伊藤正美議員の議長の辞職を許可することに決定をいたしました。伊藤正美議員の除籍を解き入場を許可します。ただいま議長が欠員となりました。お諮りいたします。この際議長の選挙を日程に追加し、追加日程第二とし選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってこの際議長の選挙を日程に追加し、追加日程第二として選挙を行うことに決定いたしました。議事日程の配布は省略いたします。追加日程第二、選挙第一号議長の選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法118条第二項の規定によって指名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦で行うことに決定いたしました。お諮りします。被選挙人の指名の方法については、副議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、副議長が指名することに決定いたしました。議長に伊藤正美議員を指名いたします。お諮りいたします。ただいま指名しました伊藤正美議員を議長の当選人と認めることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってただいま指名しました伊藤正美議員が議長に当選されました。ただいま議長に当選された伊藤正美議員が議場におりますので、本席から会議規則31条第2項の規定によって当選の告知をします。伊藤正美議員、登壇の上、当選の承諾及び挨拶をお願いいたします。再び皆様に議長に推挙いただきました伊藤正美でございます。議長就任にあたりご挨拶させていただきます。まずは今回議長選挙の際、指名推薦による議員全員のご信任をいただき、再び議長職を拝命したことは大変重く受け止めているところでございます。これも議員の皆さんが市民の代表として議会が一つになって市民のために活動していくことを希求している証であると確信しているところです。つくばみらい市議会初の議員提出条例、つくばみらい市新型コロナウイルス感染症関係者を偏見等から守る条例およびその後の改正条例において、全議員が
全員賛成して成立したことが具体例として示されている通りだと感じているところです。これからも引き続き議会が一つになって市民のために進めていくことが重要であると感じております。議会改革の分野においても来年度からはペーパーレスによるコスト削減のためにタブレットの導入が始まります。タブレットの導入により主目的としてのコスト削減が図られると同時に緊急時の会議、連絡方法の在り方などさらに進んだ副次的な使用についても議論を進めてまいりたいと思います。この2年余りコロナ禍においていろんなことを学び、そして議員閣議と共有してまいりました。災害対策会議を設置し、行政そして議員相互の情報の共有を図り、災害時において市民のために皆さんと共に議会の役割を模索してまいりました。また災害時において行政と議会との関係も議論してまいりました。これまでに定めた議会版業務継続計画を含めてさらに進化した議論を進めてまいりたいと存じます。各常任会が主体的に行っている特定所管事務調査についても議長としてこれからも積極的にサポートしてまいります。特定所管事務調査がつくばみらい市議会の特徴として定着し、行政の提言などが真に市民のためになる活動となるよう祈念いたします。これからも公平公正中立な議会運営を心がけてまいります。最後に議員閣議の引き続きのご指導ご鞭撻をお願いして就任の挨拶とさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。以上をもちまして職務をすべて終了いたしました。皆様のご協力誠にありがとうございました。ここで私の副議長職の辞職を表明させていただきます。この2年間コロナ禍の中で皆様方にしっかりと議会運営のご協力をいただき、伊藤議長のサポートをし副議長として2年間務めさせていただきましたこと、心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。以上です。ここで暫時休憩といたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。直井隆弘副議長から副議長の辞職願いが提出されております。お分かりいたします。この際、副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第3とすることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってこの際、副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第3とすることに決定いたしました。議事日程表の配布は省略いたします。追加日程第3、副議長辞職の件を議題といたします。地方自治法第117条の規定により、直井隆弘議員が除籍の対象となりますので、退場を求めます。お分かりいたします。直井隆弘議員の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって直井隆弘議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。直井隆弘議員の除籍を解き入場を許可します。ただいま副議長が欠員となりました。お諮りいたします。この際副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第4として選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってこの際副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第4として選挙を行うことに決定いたしました。
議事日程表の配布は省略いたします。追加日程第4、選挙第2号副議長の選挙を行います。選挙は投票で行います。議場の閉鎖を命じます。暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を再開いたします。ただいまの出席議員は18名です。投票用紙を配布させます。投票用紙の配布漏れはありませんか。配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は短期無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名をフルネームで記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。それでは点呼を命じます。それでは点呼いたします。1番横田徹議員、2番小林よし子議員、3番森谷智明議員、4番岡本正弘議員、5番中村豊議員、はい、6番中山治議員、
7番間宮美智子議員。8番伊藤正美議員。9番直井貴博議員。10番金谷レオナ議員。11番中島清和議員。12番高木博夫議員。13番染谷玲子議員。14番中山英一議員。15番直井誠美議員。16番古川義恵議員。17番今川秀明議員。18番豊島守議員。投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。これより開票を行います。会議規則第30条第2項の規定により、立会人に7番間宮美智子議員、9番直井貴博議員、10番金谷レオナ議員を指名いたします。よってただいま指名いたしました3名の方の立ち会いをお願いいたします。
選挙の結果を報告いたします。投票総数18票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち有効投票18票、無効投票は0です。有効投票中、中島清和議員15票、古川義恵議員3票、以上の通りであります。この選挙の法定得票数は5票であります。よって中島清和議員が副議長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。ただいま副議長に当選されました中島清和議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。中島清和議員、登壇の上当選の承諾およびご挨拶をお願いいたします。中島清和です。この度、副議長の命を受けさせていただきました。そしてまた2年間、この伊藤議長を支えながら、素晴らしい議会を作ってまいりたいというふうに考えておりますので、皆様方のご協力、よろしくお願い申し上げます。ここで暫時休憩いたします。